スタンド D です。今日は力強いスパイクを打つための練習を紹介します。力が乗らなくてスパイクが決まらない方はぜひこの方法を試してください。この練習は2人組で行ってください。1つ目の練習方法は、1人が腹筋をするような形でキャッチして寝転んで起き上がると同時に相手に返していきます。ここで投げてしまったり、投げてしまって起き上がったり、起きてしまって投げたりするのではなく、起き上がりながら投げるようにしていきましょう。腹筋に常に力を入れておきましょう。あと足がなるべくこのように上がったりしないように床に置いておきましょう。押されている力に対して腹筋を入れて抵抗をしていきます。どちらかの足を片方前に出して踏ん張って OK です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 両足行っていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 片側ずつ終わったら次は両足揃えて行っていきます。両足だとほとんど足の力が使えないので、お腹の力一つで耐えていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次は2人組でパスの要領で行います。今は画角の都合上短い点で横で行っているんですが、実際やる方はなるべく9メートル以上使って行ってください。片足前を出してお腹の力を使ってスローイングしていきます。この時に腕だけを使って投げるのではなくて、少し背筋を使って反らした状態から一瞬で腹筋に力を込めて投げていきます。これも両足行っていきましょう。今度は両足揃えて行っていきます。なるべく高く跳ね上がるように行っていきましょう。これはスパイクの最後の握りと同様に、右利きの人は右左でジャンプしてボールを下に打ち付けていきます。
くていいので、打ちつけると同時に腹筋を使うことを意識していきましょう。着地してから打ちつけるのではなく、飛んでる時間の間で打ちつけていきましょう。最後はボールを両手で持って、ブロックの要領で右左ジャンプして、ネットを越して向こう側のなるべく手前側にボールを落としていきます。この時も腹筋を使って最後グッと下に落とすようにしていきましょう。この練習は主に腹筋を使っていく練習です。スパイク練習の前にこの練習をすると、腹筋や背筋の力を使って打つという感覚を自然に身につけることができると思うので、ぜひ日々の練習に組み込んでみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。